と言いましたけれども、パンダの年齢大体3を掛けると人間に例えられまして、人間にするならば、まあ、大体小学生か中学生ぐらいかなというところ。ここから変わりますと、解説するパンダを紹介します。こちらやっていきましょう。3歳のメスのパンダでユーキンと言います。はい、どうします。はい、ほら、ショート、はい、座ってくれましたので、はい、少々お待ちくださいね。では、皆様の前にやってきましたユーキンですけれども、現在3歳のパンダと言いましたが、大体3をかけると人間の年齢に例えられると言われていまして、人間にするなら小学生から中学生ぐらいかなというところです。まだまだ遊び盛りの元気なジャイアントパンダです。はい、ですが大変多く成長しています。皆様の前にやってきましたユーキン、皆さん体重何キロぐらいですか、見えますでしょうか。85ぐらい。はい、ありがとうございます。細かい数字ありがとうございます。はい、そしてその数字、大正解でございます。はい、現在は、本日実は体重測りまして、本日の体重で88で分けて、ユキももう一回り大きくなってほしいなと思っておりまして、そんなパンダたちが何を食べて大きくなっていくかといいますと、こちらに用意しているような竹、これが主食なんですね。1日でこの竹、何キロぐらい食べると思いますでしょうか。20キロ、ありがとうございます。勉強されてきたんじゃないですかね。ありがとうございます。その通り20キロぐらい食べます。ここに用意しているだけで大体、2、3キロぐらいしかありませんので、1日でトータルこの10倍ぐらいの量を食べてしまうというわけですね。なんでそんなにたくさんの量の竹が必要なのかと言いますと、実はパンダたちはもともと肉食動物でした。今日は以前から言ってたんですが、その昔は動物の肉を食べていたんですね。では、足を伸ばしすぎないようにご注意くださいね。はい、そんなパンダたち、足の裏、はい、竹が動きました。足が取れてるんです。はい、竹以外にもいろいろ食べてまして、野生下では他の植物や果物なんかも食べるし、まれには昆虫とか動物の死体なんかがあると、そういった肉も食べたりするといわれています。はい、でアドベンチャーワールドではこちらに用意しているようなリンゴや人参、動物用のビスケットといったものも与えております。こういうリンゴや人参のような甘いもの、実はパンダ大好物です。実は結構甘党なんですね。野生下では、蜂の巣の所があるとですね、蜂蜜、などを狙って食べに行ったりすることが言われております。はい、それですね、本日は皆様からですね、こちらのリンゴや人参を少しずつですがプレゼントしていただこうと思ってまして、こちらのパンダのフォークを使ってプレゼントを早速してもらいます。このフォークの先に私がリンゴや人参を刺しては皆様に渡しますので、皆さんこのままユーヒンの口の前に持っていてもらいます。ユーヒンはおやつをくれる人の前でどっかり座って待っててもらいますので、皆さんこのままユーヒンの口の前に持っていてください。そうすると、はい、バクッと受け取ってくれます。じらしてしまうとユーヒンバシッと掴んでくることができます。目の形ですね、目の周りは黒いものなんですけれども、遠くから見るとやっぱり垂れ目に見えると思いますが、近くで見ると結構噛み砕いて食べています。そうなんですよ、結構これで内側も、はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで、はい、じゃあ後ろの皆様少しずつ右の方に据えてお待ちください。はい、じゃあ今小学生になるんですが、結構ゴワゴワした方法なんです。私ですね、ジャイアントパンダ、こうやって今も目でよく見て食べてるように見えますが、実は鼻とか耳の方も発達してます。匂いがすごく敏感なんですね。こういうリンゴや人参なんかも匂いを嗅いで美味しいか美味しくないかの判断してます。はい、ありがとうございます。でもう一つ、ね、大丈夫ですよ、はい、口の前もピンクが見えます。勇気パンダ、さあ、それでは皆様がお戻りいただきまして、これからですね、ユーヒンと皆さんで記念撮影を楽しんでいただこうと思うんですけども、どうしてほしいんだって言ってますけど、はい、さあ、よいしょ、はい、というわけで立ち上がると160センチぐらいになりますが、はい、そのままこれでいきます。写真撮るのは難しいと思います。
こうやって美味しいものを食べてるときはですね、徐々に目が閉じていきますので、次だけ、次の竹を食べてちょっと見てみてください。はい、当たってきました。ありがとうございます。ただの声が出てますので、引き続きお願いします。じゃあ、最初にお任せされるゲストのテーマが違うだけでございます。次の竹がバカです。葉っぱの向きを揃えてね、日本に暮らしてるそうなんです。右に左に畑ってあります。なので、もしかすると出会ってしまっても、かろうじて逃げ切ることはできるかもしれませんが、比較的美味しい竹を用意してます。牛乳ほとんど残さずに食べてくれるんですけども、運動場に出すときはやっぱりいろんな竹を用意します。その中から美味しい竹をより好んでいただきます。帰り際にまた運動場をちょっとご覧いただきたいんですけど、はい、当たってきました。ありがとうございます。できてあります。バナナのトップの尻尾は、はい、ギョロッとした長さがあります。大体10センチから20センチぐらいの長さがあるんですけど、毛がいっぱい生えているので、ポンポンに見えます。赤ちゃんの画像を先ほど見ていただきました。赤ちゃんの女性の方が尻尾は目立って見える。あんたたち、なんでこんなに塩気が出てるのか、これはすでに汚れがついてしまってるからです。あんたたちがもともと中国で1年間ずっと毛が生え変わらないからです。夏毛が抜けてる境がないので、もう汚れが少しずつ積み上がってしまう。少々お待ちください。嫌なんです。それを例えば洗うとかっていうことは、はい、そうなんです、はい、これぐらいの大きさになると、もう直接ゴシゴシ、はい、当たりに行きます。今は安静です。お願いします。皆さんは撮ってからお別れとなりますので、皆さんお写真撮るときやっぱり苦労されるのはですね、どの角度で撮るか、素早く撮るかなかなかパンダって可愛く撮れますけど、写真撮りは両足踏んでからお入りください、はい、運動場にいなかったパンダがこちらにいるんですが、こちらにやってきましたのは現在3歳のメスのパンダで、リュウヒと言います。わー、はい、はい、もうツアー慣れしてますので、最初は座ればいいんだなって分かってるんですね。足がここに足が、はい、皆様ちょっとだけ、あとちょっとだけ下がってもらえますか、はい、赤いところだけは入らないでくださいね。さあ、こちらやってきましたユウヒンですが、現在3歳と言いましたけれども、パンダの年齢、だいたい3をかけると人間に例えられまして、人間にするならば、まあ、だいたい小学生か中学生ぐらいかなというところです。
はい、まだまだ遊び盛りの子供なんですけれども、さあ皆様目の前に開けた勇気、体重は何キロぐらいあると見えますでしょうか。50。大体メスのパンダですと大人になる頃で100キロぐらいになります。オスのパンダだと120キロぐらいになりますので、この勇気ももっとバリバリと食べて大きくなってもらえるかなと思ってます。のんちゃん上で見えてるか。そうなんですね、パンダたちはこの竹や笹をいっぱい食べて大きくなるんですけども、1日に何キロぐらい食べると思います。難しいんですね、これ。ここに用意しているだけで大体 2,3 キロぐらいあるんですが、1日トータルで実はですね、この10倍ぐらい 2,30 キロ食べます。なぜそんなにたくさん食べるかと言いますと、パンダたちはもともと肉食動物です。動物の肉を食べていたんですが、進化の途中で竹を食べるように変わってしまったんですね、はい、ですがお腹の中の消化器官は肉食動物の頃のままほとんど変わってません。でそのため美味しそうに竹食べてますけども、実は食べてるうちの8割は未消化でうんちになります。ほとんど消化できてないんですね。そのためですね、生活としてはお腹が空いてる時間は起きて食べて、お腹がいっぱいの時は眠って、お腹が空いたら起きて食べてという、くっちゃねくっちゃね繰り返すことでエネルギーの無駄遣いを防いで生きてるんですね。さあそんな竹や笹たくさん食べているパンダ、ですけれども、実はですね、竹以外にもいろいろと食べてまして、野生下では繁殖物や木の果物なども食べるし、場合には動物の死体などがあるとそういった肉も食べると言われています。はい、お肉も食べちゃうんですね。ガシッと掴んできますので、掴まれないように気をつけてくださいね。ユーキンはこうやって優しく受け取ってくれますので、受け取ってもらえたらスッと引いてください。はい、見ての通りですね、一瞬で食べちゃいますので、カメラの準備忘れないようにお願いしますね。後ろにもスタッフいますので、カメラ預けていただければお写真代わりに撮れますので、もし、ユーキンのお姉ちゃんのタイミングでいいのでいいですか。この爪を使って木登りを上手にできるんですね。ありがとうございます。竹を食べながら休憩してもらいます。はい、ユーキン休憩中に今度は皆様にはこのバックヤードを見学していただこうと思うんですが、お手数ですがバックヤード見学中だけお写真とビデオ撮影ご遠慮いただきますので、あらかじめご了承ください。戻ってきましたらまたユーキンお写真撮る時間ありますのでご安心ください。ユー頑張ってくれ。さあ立ち上がるとパンダはですね、結構大きくて160センチから170センチぐらいあります。そのまま横に移動したりもしますけれども、こうすることでですね、足腰のトレーニングを行ったりもしてるんですね。はい、足は短くて可愛らしいですよ。よいしょ。はい、おやつがないとすぐヘタアップなんです。さあそんなユーキンと皆さんの記念撮影どこでするかと言いますと、あちらにですね特等席がありますので、あそこにユーキンが座っておきますね。はい、パンダはこの座り中はお利口さんに見えるかもしれませんけども、それはですねなぜかと言いますと、この座り中は特に美味しい竹をあげてるからなんですね。なのであげたらスープ食べてくれるんですけども、パンダたち鼻がよく確認しているという話をしましたが、竹の匂いも嗅ぎ分けてしまうんですね、はい、運動場なのでは大体嗅ぎ分けて美味しい部分しか食べられませんので、運動場の先に見ていただきたいと思います。大丈夫ですか。そうですね、人間は大体こう見た感じで選んでいくんですけども、まあ、これも一概には言えないんですが、まあ今で言うとこちらの方が美味しそう、こっちの方がちょっと美味しくなさそうなんですが、これがですねまあ大体一瞬だそう、一瞬してます。で、水に入って葉っぱも綺麗で、葉っぱとか葉っぱの付き具合とか葉っぱの大きさとか、そういったところで私たちはしっかりと見上げていくんですが、ただですね、これも1年としてずっと同じ基準ではないんですね。
の季節ごとに結構変わってきますので、その都度パンダたちに与えてみて食べる種類というか食べるような、育ち方をしていただけようかと思います。その季節ごとにはですね、この今与えているのは妄想竹という葉っぱの種類ですが、この妄想竹がもうどんな葉っぱでも美味しくなくなってしまう時もありまして、そういった時は前の方でいい写真撮れましたら後ろの方との交代もお願いします。黄色いやつもね、同じ方になるんですか。今度臭くはありません。はい、じゃあ前の方で撮れましたら後ろの方と交代お願いします。そうですね、ずっと食べてます。食べてる時、美味しい時っていうのはね、寝ながらでも何でもします。いやー、大きい、たっぷりだね。茎と葉っぱのうちが混じってますね、今は。最高、はい、私の中で手の消毒をお願いします。はい、ご安心ください。まずこちら側のお客様の前から失礼します。はい、ではやってきました。このジャイアントパンダ、名前紹介してまいりましょう。名前をユーミーと言います。優しいに白浜の様、ユーミー、はい、メスのパンダです。ユーミーはアドベンチャーワールド生まれ、一人っ子で生まれてきました。はい、3歳でメスのパンダなんです。パンダにして3歳というのはまだ若い年齢です。はい、そうなんですね。パンダの寿命はだいたい野生下で15年、飼育下で20、30年と言われておりますので、ユーミーの3歳はまだまだ子供です。人間で例えるとだいたい小学生くらいかなといったところです。はい、小学生くらいのユーミーですけれど、結構体大きく見えますよね。ユーミー体重も95キロほどございます。はい、大人のメスのパンダで100キロ近くまで体は大きくなりますので、ユーミーももう少し大きくなるんじゃないかなと思います。はい、ブリーディングセンターにいるお母さんの良浜やお姉ちゃんの良浜に比べれば小ぶりです。ただやっぱり良浜の良浜に比べるととても大きく見えますね。はい、うわ、そんなユーミーなんですけれども、今、ユーミーが食べているもの、何だと思いますか？すごく硬いものを食べていますけれども、これは竹なんです。はい、竹ってご紹介すると、結構葉っぱの部分を想像する方多いんですけれども、パンダ結構竹の茎の部分が大好きです。ユーミー？ユーミー、ちょっと動いてますね。はい。はい、この茎の部分食べる理由としては、この時期春ですから、やはりタケノコに栄養がいくようでして、どうも茎の方を好んで食べるんです。時期によって食べる食べ物場所が変わります。種類も全然違います。はい、そうなんです。面白いですよね。結構ね、はい、冬とかに来ていただきますと葉っぱばっかり食べているパンダご覧いただけるんですが、この春だとか夏の時期にご来園いただくところで茎ばっかり食べている姿ご覧いただけます。さあ、そんなパンダ草食動物ではございません。竹ばっかり食べていますけれども、雑食性の動物です。ユヒーン、何か気になるようですね。耳がいいですので、何か物音がするとそっちを非常に向きます。はい、草食動物ではないんです。最初にもお話ししました、クマの仲間ですから雑食性、何でも食べる動物です。野生のパンダですと竹以外に木の実だとか昆虫、鳥の卵、ユヒーンどこ行くのユヒーンユヒーン、ほい、こっちユヒーン、おーい、少々お待ちくださいね。はい、結構神経質でして、ちょっとした物音でもユヒ、こっち来てー、
すごい今匂いを嗅いでいますけれども、ここのレクチャー場なんですけれども、他のパンダも入ります。なので他のパンダの匂いがすると気になってそっちの匂いを嗅ぎに行ってしまうんですね。はい、もう大丈夫ですか。匂いのチェックは見ましたか。ゆうてよいしょ、はい、座ってもらいましょう。草食動物ではなく雑食性の動物ですので、野生ですと、竹以外に昆虫、木の実、鳥の卵、あとは蜂の巣があったらそれを襲って蜂の蜜を舐めたりだとか、あとはゴールデンターキンという、野生の動物、牛科なんですけれども、その動物が死んでいたお肉を食べているという報告もされておりまして、写真もあるんです。はい、実は何でも食べてしまう動物です。アドベンチャーワールドではパンダの食事の9割方はこのように竹を与えております。もう夕品や他のパンダたちの食べたいだけ竹を与える、1日20キロ竹を食べますけれども、実際に与えている量としてはもうその倍以上、5、60キロは咲いてあげるようにしています。さあ、そして私がさっきから夕日にポンポン投げているものですけれども、パンダにとっておやつなんです。どうぞ。パンダ、はい、おやつです。これ、このトレイに入っている分が夕日の今日の1日分のおやつです。リンゴと人参、動物用のビスケットです。よいしょ、はい、さてくれましたね。はい、こんなものをあげてます。ただ非常におやつちっちゃく細かく切っていますね。こんな感じで見えますか、皆様。こうやってちっちゃく切ってる理由としてお腹を、食べてしまいます。お腹を壊してしまいますので、食べ過ぎないように小分けにして、私たちも与えすぎないように気をつけながら与えています。はい。ただおやつ大好物です。甘いものがすごく好きですので、もうこういうのを見ただけで目の色変えてこっちにやってみます。ただ、はい、与えすぎないようにだけご注意しないといけないなと。さあ、ではそんなユーヒンの大好物のおやつを今日は皆様からユーヒンへとプレゼントしていただきましょう。はい、非常に鋭い牙を持ってますので、直接手であげることはできません。このパンダ専用の長いフォークを使用していただきます。はい、フォークの先におやつを私がさせて皆様にお渡ししますので、ちょっと真ん中でお手本やってみますね。はい、こんな感じでおやつを出すと座ってきます。はい、なので皆様は白いタイルの上からこのフォークを伸ばしていただいて、魚に向かって入れてあげてください。そうしますと自分から取りに来ますので、すぐにフォークは抜いてください。じらしたりだとか入れっぱなしにしておくと、夕日もおやつ食べたいですのでガシッと掴んでくることがあります。掴まれてしまいますととっても危険ですから、はい、そうならないようにご注意ください。はい、夕日ちょっとうんちしてるみたいなのですみませんが、皆様お待ちください。はい、尻尾を上げるときは大体うんちやおしっこするサインですので、はい、すっきりしてからおしっこですね。はい、すっきりしてから皆さんからおやつをもらおうという、はい、こっちこっち少々お待ちください。こっち来い来い。ちなみにこのおやつなんですけども、お一人2粒ご用意しております。大変失礼言いますが、3歳以下のお子様の分はご用意ありませんので、お父様お母様と一緒にプレゼントお願いします。さあ、では私に近い方から順番に皆様プレゼントしていただきますので、一旦皆様恐れ入ります。椅子のあたりまでお下がりいただけますか。順番も置き換わりますので、はい、お客様は後ろに向かってお願いします。はい、ではお待ちの間に後ろのテーブルの上にもパンダに関するさまざまなグッズをご用意いたしましたので、こちらぜひご覧ください。はい、テーブルの上にはパンダの本物のうんちも持ってきてますので、皆様勇気ございましたら匂いを嗅いでみてください。ほとんど匂いはしないんじゃないかなと。はい、あと2つのご用意して、はい、どうか、はい、はい、パンダのうんちが臭くない理由なんですけれども、パンダは実は大昔はご飯を食べる肉食動物でした。
はい、マンモスなどが存在していた時代から来ていた動物です。赤いところには入らないので、ね、すみません。はい、その頃肉食動物でしたが、白黒のジャイアントパンダを想像するできるかと思うんですけども、もともとパンダって呼ばれていた動物はレッサーパンダでした。お腹壊してしまいますので、ちょっとユッキーのお腹の休憩ということで竹を食べさせて休憩させています。その間に皆様にはこのパンダワークのバックヤード、私たち飼育スタッフのお仕事などもご紹介してまいります。このバックヤードのみ見学を、あ、いらない私は、はい、もうグルメ度合いがこれでお送りいただけたと思うんですけれども、これはいるらしいです、はい。バックヤードに写真撮影をご遠慮いただきますので、一旦撮影機材の電源オフでお願いいたします。またすぐにこちら戻ってまいりますので、お荷物をそのまま置いたままで結果でございます。じゃあ私、本当に95キロあるのかなって疑われない方もいるのではないでしょうか。ちょっとゆうひ、この竹食べ終わったら立ち上がってどれくらいの大きさなのか皆様にご覧いただきます。ちょっと竹食べ終わるまでお待ちください。はい、結構立ち上がると大きな体をしています。皆様シャッターの準備はよろしいですか。もうすぐ食べ終わるのでお待ちくださいね。さあ、皆様がバックヤードをご覧いただいている間、ゆうひんずっと竹食べてたんですけど、この竹は気に食わなかったようで、はい、食べませんでした。でも今日は割とたくさん食べてくれる方なので、私もちょっと安心しています。ゆうひん食べましたか？はい、最後の竹食べましたので、ゆうひんにはちょっと立ち上がってもらいましょう。はい、いきますよ。ほい、りんご、どうでしょうか皆様。ちょっとこちら側のお客様の前に用意しよう。カニ歩きもできちゃう。はい、どうでしょう。はい、皆様大丈夫ですか。で、ここでおやつ、ご褒美をもらうと、ヘタッと座ってしまう。しんどいことあんまり好きではありません。それ食べるの食べないね。はい、はい、これはいじめてるわけではないんです。これもトレーニングです。やっぱり野生のパンダに比べると、飼育されているパンダは行動範囲がとても狭いですので、運動不足になりがちなんです。運動不足あまり良くないですので、あえてこうやって高いところにおやつを置いて足腰を鍛える、こんなトレーニングをします。まあ、アドベンチャーワールドだけなんですけど、これ中国でもやってる方法です。はい、よいしょ。はい、頑張ったら座っちゃいますね。さあ、では最後に皆様にはユーヒンと記念写真を撮っていただきます。はい、ただここで撮りますと柵が映り込んでしまいますので、ユーヒンには場所を変えたいなと思います。はい、ありがとうございます最後に、ユーティンのお時間、ユーティンの私たち
はい、ありがとうございます。そうなんです。昔、絵描く時期でもあったんですけども、なかなかここまでないんですけどね。おいっくりやりましょう。はい、全然まだ大丈夫ですよ。はい。何か質問など。皆さんなんですから、前の方来ていただけますので、前の方までお越しください。長い手足が特徴です、はい、だいぶ体も大きいですけど、体重どれぐらいあるように見えますでしょうか。200キロぐらい。ありがとうございます。200キロも出てまいりましたが、どうでしょう。はい、実はその半分なんです。はい、100キロちょっとございます。はい、だいたいオスのパンダで120キロから最大でも140キロぐらいになりまして、よいしょ、カーフィンをもう一回ぐらいの大きさになっているので、意外とパンダって笑いですね。なかなか100キロを超えるパンダはないんです。ただいま成長期真っ盛りですね。毎日たくさんの餌を食べて成長しております。で、パンダの主食といえば和製ですけれども、はい、今私モーソンチクという種類の竹を与えました。こちらは普段私たちが食べる竹の子の葉っぱの部分です。まあ、季節によって美味しい竹の部分、竹の種類が変わってきますので、その時期その時期に美味しいものを与えられるようにアドベンチャーワールドの5、6種類の竹を選んで、その時期ごとにあげております。はい、この秋から冬にかけては孟宗竹の葉っぱの部分が美味しくなってきますので、はい、この孟宗竹を、ね、中心に与えております。この苔のはい、餌は好んで食べてる。これはですね、ビスケットなんです。はい、こちらはパンダのおやつなんですけど、はい、リンゴとニンニクのビスケットを少しで与えています。はい、ビスケットといいましても猿用ですので甘くはないんです。はい、食物繊維やミネラルがたくさん入っておりまして、はい、補助食としてパンダに与えております。まあ、おやつもたくさんあげすぎてしまうとお腹を、はい、すいません、大丈夫です。お腹を壊すと元気になってしまいますので、このツアーの時間はおやつたくさんもらえますので、会費も来て喜んでいると思います。まあ、実はパンダ、竹を食べますけれども草食動物ではないんです。はい、クマの仲間で雑食性の動物で、意外といろんなものを食べております。美味しそう。おやつ大好き。まあ、野生でも木の実とか、ウラムとか、鳥の卵とか、キノコとか、時には動物のお肉を食べることもあります。これは美味しかったみたいですね。すごいですね、ちゃんと、はい、ね、順番に取ってって。そうなんだ、こちらが先ほどの冊子に載っていた竹の食べ方なんですけれども、ちゃんと葉っ
葉っぱの向きも揃えてちゃんと束ねていきます。とても手が器用なんです。まだちょうだい。美味しいのが食べたいので。パンダ大変グルメで美味しいところしか食べません。美味しくなければ押してしまう。美味しいね。美味しょ。ご覧いただきましたら、奥歯は500円ものぐらい、相当大きな感じ。
大人に食べますので、お待たせしてまいりました。残ってる私の消化期間、超でしょ。パンダ竹を食べますけれども、この竹ほとんど消化しておりません。だいたい2万個の消化率でして、食べてもそのままうんちになって出てきてしまうんです。後ろの方に先ほど取れたてのうんちも持ってまいりましたので、ぜひ勇気のある方で思いを嗅いでいただきましたらと思います。はい、ご覧いただきますと、葉っぱや茎そのものになっておりまして、全然臭くありません。パンダの尻尾は黒でしょうか、白でしょうか、お持ちですか。
アイドルだよ。はい、なかなかお近くではいただけないかと思いますので、両足でマットの中央を踏んで中へと。はい、それではお待たせいたしました、パンダ呼んでまいります。お写真もお撮りいただけますが、クラッシュやったらいいです。はい、こんにちは。わー、大きいね。はい、お待たせいたしました。こちらのお部屋やってきてくれましたのは、現在4歳のメスのパンダで、名前をユウヒンと言います。はい、どうぞ。メスのパンダ4歳から6歳で大体大人の仲間入り、再生塾を迎えまして、ユウヒンまだ4歳になってそれほど日が経っておりません。もう少し体大きくなるかなというところなんですけども、ユウヒンの体重何キロぐらいか皆様想像つきますでしょうか。ユウヒン何キロぐらい。300キロ。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと難しいかと思いますが、現在のユウヒンの体重で、92キロぐらい。はい、92キロから93キロぐらいで、メスのパンダですと、最終的に100キロ前後になるかと思います。オスだともう少し大きくて、120キロから最大で140キロ程度になる。味が嫌なんだ。はい、どうぞ。残りはいらないですね。ユーヒンですけども、非常に目つきが鋭いのが特徴的ですので、皆様後ほどじっくりご覧いただく機会もあるかと思いますが、ユーヒンの目つきにもご注目ください。今主食の竹を少し与えておりますが、ちょっとあまり気に入らないみたいですね。食べてくれません。こちらのおやつに夢中です。パンダ、草食動物と思われがちですけども、実は雑食性の動物でして、野生では竹以外にも他の植物や、木の実、昆虫、鳥の卵なんかも食べますし、自分たちで狩りをすることはありませんが、ごくまれに動物の死骸が落ちているのを見つけますと拾ってそのお肉を食べるということも
アドベンチャーワールドでは旅以外にも、おやつとしてこんな感じでリンゴと人参とビスケットも与えてあります。はい、このビスケット本来はパンダ用ではありません。本当は猿が食べておりまして、大豆やトウモロコシなどから作られているものなんですけども、大変繊維質が豊富で栄養価も高いので、パンダにもおやつとして使っております。見えるね、見える。おー、すごいじゃんね。それではですね、本日、こちらのおやつを小さく切ってご用意しましたので、今から皆様から夕日にもおやつをプレゼントさせていただきます。与え方、まず一度お見せしますのでご覧ください。直接危ないので、この長いフォークを使っていただきます。フォークに刺した状態でお渡ししていきますので、魚の隙間から少し中に入れていただいてお待ちください。はい、夕日がこちらにありがとうございましたら、フォークは優しく引き抜いていただきますようご協力お願いします。届かないところでじらしたりですとか、なくなってからずっと中に入れておきますと、早く頂戴とフォーク掴んでしまう恐れがございます。万が一掴まれましたら引っ張り合っても絶対勝てないので、フォークは渡してください。またお一人様、4歳以上の方から2粒ずつご用意しておりますが、一瞬で夕日食べてしまいますので、お写真ご希望の方はカメラマンの準備が整ってからで結構です。ゆっくりとお話しください。なおご希望の方、後ろのスタッフお写真のお手伝いもいたしますので、どうぞお気軽にお持ちください。それでは恐れ入りますが、グループごとに順番に前に出ておやつを与えていただきますので、皆様一度後ろの椅子のあたりまでお下がりいただいてよろしいでしょうか。様子や目つきなどゆっくりご覧ください。はい、じゃあ皆さんお願いします。今右足が柵の外に出てきてますけれども、これは結構ユーミン独特の座り方でして、はい、もうちょっと調子いい時は左足も出てきてあ、2粒ずつです。はい、ね、ほら、ここに見て、はい、お写真準備できてからで結構です。お待ちください。ユーミンさん、足の裏をご覧いただきますと、びっしりと毛が生えているのもお分かりいただけますでしょうか。この足の裏の毛、寒いところに住んでいる動物は結構こうやって足の裏にもびっしり毛が生えていることが多いです。寒さから、はい、ありがとうございます。右側の方から、はい、どうぞ。全部で6名さんですね。はい、今おやつの合間合間に竹も食べておりますけれども、今ちょうどバリバリと少し硬い茎の部分を食べておりますね。はい、はい、はい、ありがとうございます。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 はい、おやつ大好きなんですけども、はい、ありがとうございます。
い。はい、ありがとうございます。はい、完成です。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後の次ですね、お願いください。休憩休憩している間、皆様はバックヤードのさらに行ってですね、パンダの寝室ですとか、スタッフが普段どういった仕事をしているのか、こんなところをご案内させていただきます。お荷物よろしければそのままで結構ですが、ここから奥のエリア、恐れ入りますが、お写真、見れる撮影ご入れいただいておりますので、ご協力ください。はい、それでは一旦スタッフ交代しまして、ここからは陣内がバックヤードの方を案内させていただきますので、どうぞ行ってらっしゃいませ。奥の特等席、木のベンチに移動しまして、そこで皆様と一緒にお写真を撮っていこうかなと思います。はい、せっかくですので、このパンダの姿をご覧いただきましょう。なかなか普段ジャイアントパンダこのように立ち上がることもないんですけども、はい、おやつで呼びましょう。頑張ってくれます。このように立つとやっぱり結構大きくて迫力があって、クマの仲間であることがお分かりいただけるのではないでしょうか。大きい大きい大きい。はい、それではですね、ゆうひんこちらのベンチ移動してくれましたので、しばらくここで座っただけ、ぜひ今からゆうひんに掛け与えます。食べ方ご注目ください。はい、いらない。いらない。ありがとうございます。はい、食べ方は大丈夫。はい、じゃあ皆様、私お取りいただけましたか。大丈夫でしょうか。お取り直しご希望の方いらっしゃいませんでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、それではですね、お分かりいただけますでしょうか。はい、あまりパンダ尻尾のイメージないかと思いますけども、まああまり大きくはないですけども、しっかり尻尾は生えております。はい、どうぞ。現在パンダたちには京都と大阪から仕入れた竹与えておりますけども、一口に竹と言いましても、実はいろんな種類がありまして、アドベンチャーワールドでは6種類ほどの竹を季節に合わせて美味しいものを仕入れて与えるようにしております。今食べてますのは妄想竹と言いまして、私たちが食べる竹の子と同じ種類のものです。はい、とても美味しそうに、ちょっと目もとろんと閉じかけてしまうほど美味しいみたいですね。コロちゃん、最初の方でも少しお話しさせていただいたんですけども、ユーヒンの目つき、皆様ぜひご注目ください。パンダ実はみんな釣り目をしておりまして、目の周りの黒い模様のおかげで垂れ目と思われがちですけども、みんな釣り目をしております。ただ、ユーヒンその中でも非常にキリッと、切れ長な、凛々しい目つきをしております。お写真まだお撮りでないという方いらっしゃいましたら、ぜひ前の方順番にお越しいただきまして、皆様お近くでお写真をお撮りください。また何か気になること、ご質問等ございましたら、お気軽にお申し付けください。パンダと言いますと、この白黒模様大変特徴的でして、これなんでこんな模様をしているのかっていうのは、実はまだはっきりとしたところは解明されておりません。パンダという動物がそもそも発見されてからまだ150年程度しか経っていない、非常に、はい、発見されてからまだ日の浅い動物でして、まだまだ謎が多い。山の中で暮らすパンダはこうやって白黒模様をしていることで、雪の景色ですとか岩肌ですとか、そういった風景に溶け込んで、周りの動物から、見つかりにくい、外敵から見つかりにくい色となっているのではないかっていう説も
ありますし、ただ全く反対の考え方なんですけども、野生でも非常に頭数が少ないです。恋の季節にお互い見つけやすいように、こんなちょっと白黒模様、変わった模様をしているのではないかという説もございます。はい、どうぞ。はい、それでは皆様お近くでお写真をお撮りいただけましたでしょうか。写真大丈夫でしょうか。それでは名残惜しいですが、そろそろお別れの時間となってしまいましたので、最後に皆さんにますけども、夕日手を振り返してくれなかった代わりに、最後にちょっと預かり物をしております。夕日の名刺ですね、今から皆様にお渡ししていきますので、ぜひお受け取りください。はい、こちらの名刺、最初にお渡ししたサッシのポケットの中、よろしければお入れください。もらおうかな、ちょっとね、サッシもらおうかな、パパとママの方。はい、それではお荷物を忘れ物ございませんよう、ご注意いただきまして、名刺をお受け取りいただきました方から、お時間ございましたら外でこのツアー開催に向けてアンケートのご記入ご協力ください。はい、どうもありがとうございました。